パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆さん、こんにちは、マックス・トレイです。財布の中が30円、コスケです。よろしくお願いします。30円やばくない？びっくりしましたね、さっきね。30円はやばくない？コーヒー買おうと思ったら、パッと洗ったら、30円から、ちょっと待ってくださいっつって。それはひどい。それはやばい。はい、よろしくお願いします。はい、今週も月曜日、はい、1本目の動画はニュースから、はい、ただあるのニュースこのタイミングって、まあ正直先週撮ったじゃないですか。撮った撮った木曜日に、うん、あれから正直変わってないんですけれども、まあ一旦今週っていうか先週の20日でいろんな情報がバーッと来て、今じゃあ何やればいいのかっていうところを一旦整理しましょうよっていうところで、はい、まあ、今週何やるべきなのっていうところをお伝えしていければなと思います。お願いします。今週は何をしたらいいですか？はい、まずは2月のクエストを全部まずやりましょうというところで基本だね、基礎の木みたいなやつだよね。はい、まだ終わってない方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ7周年クエストに関して言ったら魔法石がもらえるだけっちゃだけなんで、まあ優先度的には低いんですけど、まあまあ綺麗に身についてますね。まあ、こっちもあと3日か。まあ全然いいんですけど、まあ先にこう綺麗に身についてる。まあ、二次メタルがその進化素材になったりとか、はい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 、今後まあ必要個数が増えていくんじゃないかというような環境なので、現状ね、2月20日に発表があったそのタイミングで、まあ、この2月のクエストで、まあ、全部クリアすればね、二次メタルもらえますので、まあ、ここはきっちり回収しておきましょうというようなところでございます。はい、はい、続きまして、で続きまして、うん、まあ一旦そこじゃなくていいんですけど、ここじゃなくていい、はい、まあどうぞ。ストリートファイターコラボのハード、はい、ハードね、はい、の周回、ここね、そこです。まさにこのショップの交換の、はい、影なるものです。この子ね、はい、こいつがまあ性能を見ていただければ分かるんですけど、まあ、上級者の方からすれば、まあ、これぐらいのリーダースキルを持ったやつだったら多分持ってると思うんですけど、これ初心者中級者、まあ初心者がこのクエストを周回して交換するっていうのはかなりハードル高いかもしれないんですけど、その特に中級者ですね。うわ、このリーダースキル、まあ普通に強い。強いね。まあ攻撃タイプっていう縛りがある部分が、まあ、HP 1.5 倍なので、まあそこさえ無視すれば一定自由に組めるっていうところの多色プラスコンボなんで、まあパズルしっかりしないとダメちゃダメなんですけれども、まあ火力の部分だとか、まあ耐久性の面部分とかは、まあ、サブで十分補えたりもすると思うので、まあ、これは取っといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただそのここですね、はい、まあ、その地道にやってるからまだ全然追いついてないですわ。まだです。もらえるのがここのハード、はい、ここ、これがまあ今週いっぱいなのでやっておきましょうというような感じですね。続きまして、でまあはあ、どうぞ。イベントが一応全部出揃いはしたんですよね。ただまあ特別何かっていうところはなく、ああこれゼラ問題、ああゼラ問題、交換ねゼラ問題ね。これ結構ハードル高かったと思うんですよ。みんな思ってなかったんじゃないこのパターンは。うん、僕も正直モンボ100万ぐらいじゃないかなと思ってたんですけど、まさかの黒メダル5枚と。あ、黒メダルだっけ。5枚なんですよ。しかもこれが一瞬覗きに行きますか。はい、これについて先週話してなかったなと思ってたんですけど、まだね、先週出揃ってなかったんじゃないかい。あ、いや、出てたと思うんですけど。出たっけ。これに関して言ったらこのラードラが3枚じゃないですか。ラードラが黒メダル3枚、はい、だから15個だっけ、二次メダルで言うと。そうですね、はい。あれ、買った。あれ、終わった、もしかして。え、何が終わった。いや、0個。あ、0、いるいますよね。あれ、ゼロ、ここ。いや、ただこれなんですけど、あ、はい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 、これが、あれ、これもしかして変わった。何か変わった。いや、僕が認識したのはなんかイベントメタル黒5枚みたいな。ゼラ、はい、私は最初からゼラはキャラ感じでしたっけ。キャラだったと思った。じゃあ私の勘違いですかね。このイベントのところにあるんですけど、あ、そうですね、もともとキャラでしたね、すいません。はい、キャラだったと思うんで、キャラはハードル、そうか、コスケ的な感じで言うと二次メダルの方がさらにハードル高い。あ、いや、まあそれはもちろん私キャラでも十分すぎるほどハードル高いと思いましたね。交換できるモンスター、あ、これか。そうですね、これなんですけど、まあ、村井さんの手持ちはこれじゃないですか。まあ結構やばいっすよね。大変だね。まあこの中から誰を犠牲にするのかっていう。
あ、黒メダルも交換対象にあるんじゃん。ですよね、やっぱ。ってことはこれ5枚でもいけるんだ。そうそうそう。だから認識は間違ってなかった。黒メダルを犠牲にするかっていうところなんですよね、要はこれ。僕の手持ちだと、まあ、っていうか正直な話、ゼラに対してここまでのコストをじゃあかけるかっていうところなんですよね。まあ、あ、で結構意外とこんなに交換対象死ぬほど言うですけど、正直結構やりすぎなんじゃねえかな感は個人的にはあって、その、まあ、もちろん確かにゼロってめちゃくちゃ強いんですよ、うん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 、性能的にもね、うん、超覚醒もついて、まあ、正直既属性がいるのリーダーが今すごい強い環境の中、ゼロを持ってる持ってないって、その確かにその火力で、はいはいはい、もしくは、まあ、こいつのスキル自身でそのワンフローはほぼその処理できてしまうっていうような性能、6解除プラスコンボ加算の二色陣、まあ、めちゃくちゃ強いじゃないですか。うん、強いね。でもね、さっきのキャラクターとかを5枚交換できるんだったら、もう別のパーティーが一つ二つなんか作れそうな気がするんですよ、このクラスって。あ、いや、しかも季節限定プラス星7の性能じゃないですか、うん、それって対してゼラ1体って結構やべえなというような印象を持ってしまったので、個人的にはこの中で交換に出していいキャラクター個人的には言っていくと、正月カンナ、まず。はいはいはい、正月カンナね、これですね、正月カンナ、これは基本的に使わないので全然 OK です。次に複数体持ってたらアテナの、うん、こいつ装備アシストまでありましたけど、こいつ暗闇耐性2個の性能の装備アシスト他にあるので、別にこいつじゃなくても大丈夫ですよというところで、複数体いるんだったらラジオは、あ、次に複数体持ってても取っておいていいやつ結構いるんで、あ、次複数体いるんだったらグレモリー、僕はこれは好きなんで残してますけど、もしグレモリー速攻で多分いなくなりましたやめてよ俺好きだからちょっと残してますけど、 あの子ははい、どうですか、バージュリの横、バージュリの横、あ、ソニアグラ、こいつはね、は別にいらない、複数体持ったらもう OK です、1体取っとけば、うんうん、多分いいです。ただこいつが代用、なんかこいつじゃないとダメみたいなケースはまあほぼないかなと思うんですけど、うん、まあ一応とりあえず1体取っといたらいいんじゃないかなと、はとりあえずね、個人的にはやっぱゼロになるっていうのが良くないと思ってるんで、で次にエスカ、季節限定エスカ、これもOK です。あ、そう、はい、交換しちゃって大丈夫です。で、そうですね、あとまあ基本的にこういうウルカとかも正直 2,3 体以上持ってる方だったら全然出しちゃってもいいんですけど、ああ正直九州向こう今もガンガン出てきたくさんいるね環境下で、もうウルカじゃないとダメみたいなことってほぼないし、ウルカの希少性はほぼもう失われてるので大丈夫です、交換しても全然余談ですが、くしゃみが出そうで出ませんで、花粉がグー、あーあと雷神も OK ですけど、ただこれ多分、たくさん持ってる人そんな多くないと思うんですよ、花嫁雷神、私たくさん持ってた OK ですね、もうたくさん交換した。で、あとカーリーも、まあこの季節限カーリーも OK ですし、ただそのこの季節限の連中って、その多分これまでいくつかのパターン、例えばなんだっけ、流刑流刊のタイミングでの交換対象とかもこの子たちだったりするとしたと思うんですよ、うんうんうん、だからそのボックスに余ってるっていう人って多分そんなに多くないじゃないかなっていうのがもうあって、今まあ言ってるキャラクターたちっていうのは、まあ僕がここ数 1,2 年やってきた中でそこまで活躍する場面がなかったりしたキャラとかなので、まあ多分皆さんもねご理解の通り、あ、こいつ使わねえなって交換出してる可能性結構高いんですよ。まあなので、まあこの辺が余ってる方は、まあ OK なんですけど、ただ逆に余ってたら OK、 このバルキリーシエルとかって先日この武器化して結構やわけわからん性能があったわけですよ。これ絶対ダメなんですよね。で、まあ魔女とかもまあそうじゃないですか、まあ多分今サレーネはないんですけど、サレーネとベロアはないんですけど、この辺があまり余ってるってやつって結構やばい、もうそんな絶対ゼラ持っとるやんっていう 100% 持ってる方だと思うので、まあこの辺は多分そこまで考えなくていいのかなと思います。はい、というような感じで、まあ、ゼラの交換の敷居はかなり高いので、ゼラ問題、はい、黒メダル、今言ったモンスターたちに黒イベントの黒メダルを数枚合わせて交換するのがいいんじゃないかなと思います。
まあ、もし手持ちに2体ぐらいいらっしゃったら、3枚黒メダルと合わせて交換するとかですね。まあ、じゃあラードラとどっちがいい、優先度高いのって話になってくるんですけど、個人的にはラードラでいいんじゃないかなと思ってます。はいはいはい、はい、理由としてはゼラはゴッドフェスで出る出るいずれ出る、ラードラは出ない。そう、ただまあ実際実用問題になったらゼラなんですけどね、もちろんね。ただその将来的に、あーん時ラード、いやまあお前ゼラ出んのかよって、多分1ヶ月後2ヶ月後ゼラ引いちゃった方。え、ラードラは季節こう限定されてるの？これね、まだそこまで明記されてないんですよね。なるほど、ずっといるかもしれないし、その運営さんのさじ加減、さじ加減なんだよな。いや多分それ明記されてなかったと思うんですけどね。あったっけ？そもそも今回のキャンペーンでいうと、どこだ、どこに分類されてるんだ彼は。何キャンペーンに分類されてるんだ？ここですね、書いてないですよ。2月21日12時以降モンスターイベントに ご確認ください。書いてない。で、ないんですよ。ずっといそうな雰囲気はあるが、当面。じゃあまあ、そうですね、じゃあゼラでいいんじゃないですか。いや、なるはやだったら、これが仮に2ヶ月以上とか3ヶ月ぐらいまで向こうまで絶対いるのであれば、先にゼラでいいと思います。はい、まあ多分その可能性高いんでゼラにしましょうか、今回はね。はい、ゼラにしよう、というような感じでございます。最後にまとめさせていただきます。はい、まとめてください。もしやらないといけない2月のクエスト、皆さん終わりましたか？全然終わってない。大丈夫、すぐ終わるんで、本気出せば。あ、そうか、2月あれだ、28で終わるよね。そうです、気をつけてください。皆さん気をつけましょう。あと2日3日で終わります。はい、で次にそれが終わったら優先順位と、まず2月クエスト、次にそれが終わったらストリートファイターコラボのハードの周回で交換しましょう。でまず基本的にこれだけで OK です。はい、よかった、じゃあそれだけやる。OK です、それだけ間に合わせる。はい、その2つが終わればとりあえずは OK です。フリー、はい、新たな自由の身です。でまあそれで余裕がある方は7月のクエストをちょっとちょくちょく、うん、あ、じゃあ7周年記念クエストをちょくちょく進めて、まあ、石の回収、まあ、7周年記念クエスト、まあ、後半になれば結構めんどくさいんで、めんどくさいとか、まあ、ハードル高いんで、まあ、せめてね、最初の15個こっちね、はい、そこまではマジ簡単なんで、まあ、なんかそうっすね、個人的におすすめな遊び方はゲームオーバーするまでいけるとこまでいってるとかは個人的に結構いいかなと。心のハードルも下がりますし、ちょっとめんどくさいなみたいな気持ちもちょっとなくなるし、うん、ちょっと楽しめるかなと思うので、まあ、そういうような感覚で遊んでいただけると多分結構いい感じに紹介できるんじゃないかなと思います。はい、以上でございます。よっしゃー、はい、今週も頑張るぞ。はい、頑張ってください。今週は花粉がひどい。もう花粉ですけど、本当に花粉がひどい。もう薬飲んだ、3年ぶりに。はい、皆さん、花粉にもめげずに頑張りましょう。はい、東京でいうと3月中旬ぐらいまでまとまった雨降らないらしいです。あ、じゃあやばいですね。当面雨が降ってない、そもそも3月中旬ぐらいまで降ってないのダブルコンボで、この3月頭その3月中旬の雨降るまでが最も最悪らしいです。僕もね、結構ね、風邪先週引いてたじゃないですか。引いてた。で、ちょっとそれが金土日とまたぶり返しました。で、これが花粉の鼻水なのか、その風邪の要因なのか、ちょっとまだ分かってないんですよ。いや、もう花粉です。花粉ですか。私はこの日曜日からめちゃめちゃ食らいました。土曜日のイベントで外で歩いててたくさん吸収して、はい、日曜から食らいました。もうまあ、不純の病らしいんです。辛い。あとは鼻の粘膜焼くしかないらしいです。ああ、もう、はい、焼こうかな。それも頑張りましょう、皆さん。はい、もう頑張れない。最後までご視聴ありがとうございました。今週も1週間よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。他のチャンネルも概要欄にリンクあります。ぜひ見てください。はい、さよなら。